雪窓公園は長野県北作郡三代田町大あざ三代田にある公園。当園は1987年から1993年にかけて実施された雪窓コミュニティパーク整備事業の一環として整備された都市公園で1992年4月1日に完成した三代田町中心部雪窓湖の西に位置する長野県道137号カリアド 小室線に面した三角形の形をしており、面積は5.5ヘクタールである。学校や保育園、病院、工場などが周辺に立地する中で幅広い層の人々の憩いの場となっている。春は桜の名所として花見客で賑わう。雪窓湖は1965年4月23日に完成した人造湖で天然のスケートリンクとしても利用されていた。なお、 雪窓湖公園と雪窓公園とは別の公園である。当園の野球場は条例による正式名称を三代田町町営雪窓公園球場といい、雪窓公園野球場、雪窓球場とも呼ばれる。所在地は大和三代田座大林4107番地96、1998年11月完成。用途は軟式野球である。 面積11,600平方メートル、両翼91メートル、センター120メートル。観客席は、鉄筋コンクリート構造の2階建て946平方メートルで、収容観客数は2000人。当園の運動場は条例による、正式名称を、三代田町町営グラウンドといい、くれあい広場とも呼ばれる。所在地は、 大和三ヨタアザ大林4107番地98。面積は12,600平方メートルで野球場一面ほどの広さがある。野球の他サッカーなど多目的利用が可能。当園には面積15,000平方メートルの芝生広場や面積3,000平方メートルのちびっこ広場がある。地図、ありがとうございます。